皆さん、ハロウィンでございます。もうすぐ。どないしたんですか、そのメガネ。ちょっと目が飛び出てしまいましたね。飛び出てる。ということで、今日はこの金曜日メンバーで企業様からの PR 動画やりたいと思います。ついに先生の教室にもな、お仕事が届くようになりました。うるせえよ、目がうるせえ。今回ご紹介するのはこちら、アダプトラテでございます。このアダプトラテを使って企画やりたいなと思います。今日はアダプトラテを使ってキキコーヒー。アダプトラテのコーヒー以外にも3種類コーヒーご用意させていただきました。それを目隠しをした状態で飲んでいただいて、アダプトラテを当てるという、そういうゲームになっております。それではレッツゴー。なんか聞いて何。今回提供いただいたアダプトラテはコーヒーのカフェインによる興奮状態をもたらすことなく、エネルギーを向上させる14種類のアダプトゲンとヌートロピックが配合された機能性代用コーヒーになります。配合された成分は全て 100% 天然由来で、しかもカフェインゼロのため、お子様も安心してお飲みいただけます。しかもチョコレート味で美味しい。商品の詳細は概要欄に貼り付けていますので、ぜひリンクから素敵なアダプトラテを購入していただき、毎日ストレスフリーの快適な一日をお過ごしいただくのはいかがでしょうか。ということで4種類ご用意させてもらっております。先生から見て右側が子供たちがよく飲むコーヒーです。真ん中がブラックのコーヒー、3番目がコーヒー味のプロテイン、最後一番左がアダプトラテでございます。 OK、 その声なんなの。1番誰、はい、正気。2番、はい、さっき。3番、夢。4番、新入り早。5番、折り銀着。色で分かっちゃうから、目隠しのメガネつけていただくからね。正気君、メガネつけてください。それもっとええメガネなかったこれ。じゃあそれで、おお、目隠しできるやん。まずこれね、これ、はい、1つ目、はい、どうぞ飲んでください。目しかかとるな。ほんだ、今度は引っ張ってない。目つぶし。よし、ではお飲みください。では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 、アダプトラテは1番か2番どっちですか。1番です。正解。じゃあお目目開けてくれますか。開け方くせやんな。1番こちらなのでアダプトラテ正解です。ああすごい。え、わりかし簡単やな。わりかし味、これ飲んだことあるか分かった。あ、どんな味なこれは。ここはここは。じゃあこっちはポクトラベル。ポクトコトコト。ありがとうございます。はい、次、さっき。お目目閉じてください。もう最初はねー、彼女苦味体質あるからね。1番目これ飲んでください。飲みました。あ、確かに。何探してんの。どうぞ。ちょっといるから。あ、それでは3つでいいよ。3つ、簡単やから3つ。簡単やから3つ言うたぞ。いけました。アダプトラテ1番から3番どれですか。1番。開けてみてください。正解は1番です。正解。1番どれがちゃうなってなった。これはプロテイン。プロテイン好きじゃないから。あ、そっちか。好きじゃないから分かるやつ。3番、夢か。どうぞ、お飲みください。お飲みください。まあ、美味しいと思う。じゃあ、それどれがちゃうかわからんから。それでは、夢かちゃん、目閉じておいてくださいね。アダプトラテ、1つ目か2つ目どっちですか。さあ、夢かどう答えるのか。え、どっちか。それはちょっと分からへん。2つやから2つのどっちか。そうそう。いや、ちょっとそこらへんはどう。自分の味にあれがあれば。自分の口に答えるしかないな。ほとんど同じ味やったけど。ほとんど同じ味。まあまあ、これとこれはね。1番なんか濃かった気がする。お、1番なんかおもろいコメントするやん。で、2番は分からん。2番はめっちゃ薄かった。でも2やと思う。今度はさ、もう1回入れてあげるからさ、それ踏まえて考えてくれる。はいはい。そのコーヒーみたいになっちゃうから。さっき飲んだのさ、うん、こっちより薄かった気がする。うん、おー、ということはこれ分かった。すごい。夢が混乱しております。夢が鼻詰まってるから、そもそも味が悪い。あ、そうなんや。ハンデも抱えてこれやから。味はめっちゃ明るい。今さっき飲んだやつ味どうやった。え、普通
濃かった。濃かった？2つ。あ、2つより濃かった。おー。じゃあちょっと難しいからさ、先生選択肢あげる。1か2か、どっちも違うか。アダプトラテは1番か2番か、どっちですか？それとも、どっちも違うか。違う。どっちも違う。どっちも違う。違う。お目々開けてください。どっちも違います。それでは、お目目閉じてくださいね。あ、でも目つぶってからいけるかも。目開いとんじゃん。いけました？それでは、アダプトラテじゃないやつ、1番か2番、どっちですか？2番。2番、ファイナルアンサー？それが何でございますね。お眼鏡、お取りください。おー、え、何が違うん？アダプトラテは何が違うん？これ何が冷たさ、そっち。味はどっちの方が美味しい？ありがとうございます。ありがとうございます。ラスト。最高学年なんで4種類。すみません、映ってません。映ってません。行きましょう、4種類。最高学年もな。今視覚を消したから。はい。じゃあ先生とさ、みつきで答えようぜ最後。先生レベル高すぎるから聴覚を言っちゃいます。最高学年と最年長では1番と1番です。あ、なるほどね。2番。あー、わあ、ちょっと待って。2番です、これね。え、分からへん。同じ味。鼻詰まってるからね。鼻詰まってる。そう、鼻詰まってる。これ今ゆめかの気持ちがよく分かる。では次3番です。あのさ、みつきめちゃイケでさ、なんかこれなちゃちゃちゃしなーっつって、やりますよーみたいな、知ってる？知らない。どうぞ。3番です。はい。あかん。え、ちょっと待って、マジで全部一緒やねんけど。4番いきます。これマジで分からへんな。めつけさん、はい。ごめんなさい、鼻取れた。最後ね。あ、これ違うな。ねえ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 、何何、オリコチさん、はい。なんかこれ甘々してない？甘々してね。甘々してじゃーん。甘々してじゃーん。マッシュマッシュだ。絶対にこれは違うなっていう番号を1番から4番で教えてください。はい、先生4番。自分も4番。あの普通のコーヒー牛乳ね。いくで、せーの。4番はコーヒー牛乳です。正解です。よし。せっかく2人いるんで、目隠し取っていただいて話し合っていただいて、1番から3番のうちの正解はどれなのかを相談してください。よし、行こう。はい、話し合いよ。オリコチさん。はい、何ですか。オリコチさん、ここにあったよ、これ。先生、1番も2番も3番もほぼ一緒だったんだけど。いや、ブラックって入っとるんかな。4種類ですから。あ、ほんまや。ブロック、ブロック、ブラックなかったよね。ブラックなかったよな。先生な、多分な、1番アダプトラテ、2番アダプトラテやねん。で、3番アダプトラテ。なんか、それっぽかって。うん。みつきさんは1番がアダプト。うん、2番は2番もアダプト。で、3番もアダプト。かなってちょっと思ってるかも。意見一緒だね。案件ですからね。これはもうちょっと間違えられへん。ね、これは間違えられへんね。分かったね、オリゴチさん。はい。これ入れ方変えてるよ。牛乳、お湯、あとなんか。あとなんかしてるよ。あとなんか分かんないけど。分かったよ、オリゴチさん。はい。牛乳、お湯、ブラックコーヒーブレンド。これやってるよ。オールブレンド。オールブレンドやってるよ。オールアダプトラテブレンドやってるよ。オールアダプトラテブレンド。正直どう答えたいか分からなくなってるよ、これ。アダプトラテは何番ですか？思うやつ言って、何番かだけ。せーので、揃うかな。これ揃わんかったらそれはそれでやばいから。いくで、せーの。1番。お、来たよ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 、これは来たよ。では皆さん、正解はアダプトラテは何番ですか？せーの、1番。コロンビア。でもあと2本は、それじゃない。アダプトラテでした。1番、ほら、1番とりあえず正解。はい。では、はい、2番は、せーの、ブラック。え、ちょっと待って、もう一回言っていい？もう一回、2番、2番。2番は、プロテイン。みつきくんは？ブラックやと思う。では皆さん、正解は、せーの。
ったあ、でもやっぱり1やったやっぱな。ちなみにさっきの4番は4番これやでな、もう絶対これ分かってた先生は。ほな2番は先生これやプロテイン。いや、アダプトラテやろ。そこで裏切る？よし、先生か、ミスキーというか、もし正解者がいたらお名前呼んであげてください。プロテイン、プロテイン、プロテイン。 A 何番？最後の3番目は先生はプロテインやと思う。ミスキーはアダプトラテやと思う。3番目正解はアダプトラテ。全部一緒やで。でも合ってた、合ってた、合ってた。え、ブレンドは変えてない？純粋アダプトラって3連発とコーヒー牛乳。純粋に先生、わけ分からんねんだもんな。今回ね、ちょっとせっかくなのでお母さんと柿原先生にも飲んでいただきましょうか。日頃のストレスを和らげるノンカフェインのコーヒーです。1ヶ月の休み何日でしたっけ？ゼロやね。お休みゼロの超貢献柿原先生、ストレスの塊でしょう。もう多分5ヶ月ぐらいゼロゼロ。やばい。それピーピーピーになってるわ。とりあえず柿原先生ちょっと飲んで、飲みレポして。え、柿原先生どんな感じ？そんな感じ。え、普通のさコーヒーとさどう？美味しい？美味しい。美味しい。飲みやすい。まあ飲める。うん、飲みやすいよね。さっきのお母さんどうですかこれ？混ぜた感じの味で、朝でも夜でも飲めます。甘すぎない感じが。ちなみにこの中にココアパウダーが 3000mg 入っております。子供も飲みやすいようにココアブレンドされております。ココアよりも甘さが強い。ハヤト君のお母さんどうですかこれ？特になんか抵抗あるわけでもないですよね。抵抗なく飲めますよね。ちなみにここでちょっと申し上げさせていただきますとですね、成分がですね14種類のアダプトゲンが入っております。アダプトゲンというのはちょっとあのここの補足に書かせていただきますので、結構ねいろんな入ってますよこれ。山干しだけ1236mg、 糖中加糖 996mg、 レイシ 516g、 チャーガー 408mg、 アガリクス 204mg とかその他いろいろ古代中国の漢方成分がたくさん14種類も入っております。でこんだけ入ってたら結構苦いイメージあるけど、美味しいです。すごいキノコとか入ってる感じしますか？すいません。全くしないですよね。ということでここから宣伝になっております。価格はベストバリューはダブル定期購入で 30% オフ、2万1000円からなんと1万4400円になります。ちなみに1食あたり、これ1杯あたりの値段が240円なんで、皆さん大好き某コーヒー店のコーヒーのトールサイズと比べるとかなり安くなっております。はい、確かに。そして今回はなんと個人の専用クーポンコードを購入時に入力すれば定期購入の最初の注文がさらに 10% オフになります。クーポンコードは、ね、概要欄に書いておりますので、はい、どうですか今回企業様のご案件でございますけど、美味しかったですか？美味しかったです。美味しかったですか？ちょっとカタカタうるせえなそれ。このアダプトラテまた飲みたいと思いますか？はい、ありがとうございます。それではこの動画が面白かった人はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは初めての PR 動画楽しかった。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございます。